こんにちは、じゅんです。今日は2020年3月2日、月曜日、今日のラン日誌はまだ運動前なんですけど、先に撮っておきます。あの肌がガッサガサで真っ白になっちゃってますけど、で、今日はワークアウトしに行く前に、ナプスに来て、ナプスっていうのはあの二輪オートバイの用品店です。ナプスでいろいろ買い物してきて、でもうあの先日乗り換えた車両、セロ250ですねの手入れを、していこうと思います。で、前回セロの250始動しますっていう動画で、ちょっとまずいなと思ったとこはあのミラー割れちゃってたんですよね。オートバイのこっちの左手にあるミラーが割れちゃってて、あミラー割れてるの危ないなと思って今日買ってきました、ヤマハって他のオートバイメーカーと違って、これ分かりますか、L?あ、こっちか。このネジなんですけど、ここネジがあのこのネジくる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 切ってあるんですけど、これがあの時計回りの反対回りで締まっていくんですよね。逆ネジっていうんですけど、こんな。でオートバイこうやって走っていて、このミラーがあの例えば何かにこのミラーがあのポンって他の木とかそういう障害物に当たった時に、緩まる方向にえなる締め付けれるということで、あのいやこのヤマハは、逆ネジ採用ってずっと昔からやってるんですよね。で他のメーカーはどうなんでしょうね。他のメーカーは正ネジって言って右に締めると締まっていくんですよ。で、そういうことしなくてもあのヤマハのあれセロで言えばもうあのここの棒の部分が可動式になっているので、あのハードなアタックするときとかは折り曲げてもうミラー使わないよというふうに収納して収納することもできるんですよね。まあでこれはそういう可動式ではないんですけど、本来のこのネジの安全機構がヤマハ流なので、安全というかもうハンドルが障害物に当たっちゃった時点で結構危ないんですけど、やっぱその中でもちょっと状況は最悪にはならないというところの機構がヤマハのちょっとしたこの、 あの工夫なんですよね。で右は良かったんですけど、まあ、左右あの揃えてみようかな。なんか奮発しちゃいました。それでもう次々買ったんで、これから計画をしていこうと思うんですけど、それであのオートバイ仮想校舎なので、馬力を復活させるっていうのはコンセプトなんですよね。で馬力を復活させるって要するにあのフレッシュな状態に戻していくんですけど、空冷の短気筒エンジンで
まあ一番効果あるのはあれなんですよね。このオイルを硬いやつ、硬いというのはネバネバしている度合いの高いものを試しで入れてみて、でこれを使うってエンジンの力が出てくるかどうか、これを確かめてみようと思います。でこの数字が高ければ硬い、で低ければ柔らかい、オイルのこのネバネバ粘性を言っているんですけど、でこのオイルは銘柄だとか選んでないんですよ、安いやつで、すぐ取り替えてしまうかもしれません、ね、で、まあ、すぐ取り替える前提なんですけど、これヤマハのすごいツールがあって、あのオートバイだけでなくてこういうあの液体ものも結構力を入れてるんですよね、ヤマハって。でこれは、内部のエンジン内部の、すすを取る、カーボン除去剤なんです。でこのすすを取るとそのエンジン内部の、動きが良くなる。でそのカーボンって言うんですけど、カーボンをこの溶剤で溶かして、でそれをエンジンオイルに落っことしていくような働きをしていくんですけど、まあ、それやるとオイルはあの劣化がもうすぐ始まってしまうんで、まあ、これ使うってことはすなわちもう今入ってるオイルは早めのサイクルで変えていく、行かなければいけない。で、これはおそらく体感できるほど洗浄効果が高いんですよね。で、なんでこんなの作れるんだろう。まあ、それはよくメーカーのこの努力と言いますか、あの手でゴシゴシそういうススを落とさなくても、まあ、エンジンを分解洗浄しなくても今動いてるエンジンの性能でかなり高いレベルまで馬力を取り戻せる可能性が高いです。で、あとは作業をする時の鉄則なんですけど、いきなり難しいことやらないんですよ。で作業しなければならないことがたくさんあった場合は単純なものから良くしていくと。でエンジン自分でいじく、エンジンオートバイは自分でやるもんで、あの整備をするもんだってなると何かとこう いじくり回したいんですけど、まずは純正の調子を取り戻していくのが純正と言いますか、今その車両のある状態でいいところまで、手入れをしていくってことが大事だと思います。で、まあ、お金もかからないんで簡単なとこからいくとなると、これはスパークプラグですね。で、点火を、させる、プラグなんですけど、これを、まあ、変えるっていうのはもうバイク買ってきたらすぐやることです。でオイルとプラグ変えたら大体良くなります。で、あと排気量の小さいオートバイで気になるのはあれなんですよね、その非力なゆえに、フリクションって言ってこの転がり抵抗の増大している部分っていうのが大きなオートバイよりは目立ってしまうんですよね。なので、まあ、こういう可動域を洗浄して保護する類のものを用意してます。
まあね、まあ、導弁系はオイルで、それで可動域は洗浄して、保護して、で、ワコーズはちょびっと使うと伸びるんで、大量に使う必要がなくてコストパフォーマンスが高い、まあ、スプレー系の洗浄剤であったり潤滑でありです。で、あとはブレーキフィーリングは水が含まれ、そのブレーキライン内に水分が溜まっていくような構造が、一種の宿命があるので、定期的にオイル、ブレーキオイルは変えます。で、これ磨くやつと、なんかもうこんな一番安いピカールの液、これは金属磨きです。足回りですかね、ちょっと綺麗にするとき使ったりというとこです。まあ、これで、まあ、こんなもんかなってなるとこまでは、オートバイの調子良くなるんだと思うんですよ。で、シンプルな構造のオートバイなので、こういう手入れも単純なところだけやればかなり調子は良くなると思います。というわけで今日は、これからワークアウト、ワークアウトは筋力トレーニングを しようと思います。筋力トレーニングは、全身を使ったトレーニング、サーキットトレーニングをしようと思います。今日のご動画は以上になります。ありがとうございました。